おい、そこのチケットはいらねえか。兄弟&姉妹たち、次の試合は本日の最大イベントだ。これまでにない刺激、驚きに満ちた対決。渋い顔と抜群の実力を持ったスーパールーキー、その名は冷徹な総流。青髪のイケメンからの推薦だ。そして彼の相手は感情のない可燃爆発物のロボット正体、スバラオグさんに参加を。他にロボット正体との戦いを希望する奴がいなかったから、このバトルは冷徹な総流が一人で応戦することになったぜ。彼本人はどうでもいいなんて豪語しているが、では第1758回拳王大会準決勝始め。早く助けに行かなきゃ。おや、これは想定外の事態が発生したぞ。2名の観客がリングに乱入。冷徹な総流とチームを組みたいのか。やっと起きたのか。うん、起きてすぐにタンクを探してたんだ。ほら、あんたが危ない時に駆けつけたでしょ。お礼なんていらないからね。彼らの熱意が伝わってきたぜ。このスポーツへのまばゆい情熱だ。しかし改めて注意させてもらうが、ファイトはプロ向けで非常に危険だ。だが総流選手は試合を続けてもいいと合図をくれたぜ。もう待ちきれないようだ。いいぞ。彼らの拳とロボットの鉄の皮、どっちが硬いか、いざ勝負。お前らが来なくても一人で解決できる。ほんと口下手なんだから。騒ぎを起こしたくはない。やっ、まだ教訓を得てないのか。お見よ、叶えてやる。ナイス、勝者は冷徹な総流。そして飛び入り参加した2名の観客。観客、うちらにもかっこいいあだ名をつけてよ。あ、そう、諦めた。確かにセンス悪すぎ。あ、見て、サンプだ。オーズ、
だ遠くには行ってないはず。周囲を探してみよう。どうも、あなたたちだったんですね。尾行されてる気がしたので追いはぎかと思って足を早めたのですが、知っていたら大歓迎でしたよ。デタラメ言わないで。不安だったから逃げただけでしょ。僕が？あそんなバカな。我が人生に恥じることなどありません。まさか知らないうちに何か失礼な行為でもしましたか？いやいや、逆に、もし僕が逃げていなかったら、ジェパードに仲間と思われ逮捕されて、今は牢屋の中でしょう。僕はずっと影からあなたたちを見守ってたんですよ。シルバーメインの監視から人を救うのは大変なんですから。ここに連れてきたのはどうしようもなかったからです。地上は危険すぎますから。僕たちは全員お尋ね者なんですよ。地下はどこも劣っていますが、その代わりシルバーメインは追ってこない。絶対に安全だとも言えるでしょう。だとしても気絶させる必要はないだろう。あの時は危険な状況だったので、持っていたものを投げてしまいました。何かを隠すためじゃないのか？俺たちのような人間に知らせたくない秘密とか。タンコ、秘密って？詳しい内容は知らないが、きっと何かを隠しているのは間違いない。いいでしょう。無料で手をお貸しいたしますので、言いふらさないでくださいね。誠意を持って皆さんを遅延のところまで案内します。地下のすべては彼らに聞くのが一番早いですから。ニーズがあるからでしょうか。こちらのお兄さんから聞きました。性格とやらを探してるとか。聞くだけで凄そうですが、遅延ならきっと手がかりを持ってるはずです。ファイトクラブで優勝すれば手がかりを入手できると言っただろう。あ、そうですよ。優勝すると名を広められる。名を広めれば遅延に会える。この流れで問題ありません。もちろんただではありません。しかし理由がないなら探せばいい。皆さんの腕前ならチップはいくらでもありますよ。正直に言って、この世界で生きる術を一言でまとめると、ニーズを探すことです。ニーズが分かれば方法を考え出せる。十数年も封鎖された地下で座して死を待ちたくない者がいるのも当然でしょ。僕が言うなら、バカ、一本木、クソ真面目です。でも、僕の考えは重要じゃありません。地下の秩序を保つために、自発的に組織された行動派です。シルバーメインが離れてから、地下の秩序は遅延が維持しています。でも、舐めないでくださいね。達人は野にあり、という言葉を聞いたことはありますか？遅延にはすごい人が集まっているんです。見ればわかるはずですよ。
ご安心を。この三歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。で、その遅延という組織の仕事は？何でもやってます。秩序を維持し、資源を集めて物資を配るとか。物資といえば、僕のビビたるメンツもここから来ています。